と申します。6時じゃあ15分まで、やって、パッパと片付けて錦糸町の駅の方に行ってまた路上ライブしたいと思ってますので、いや意外とワンマンライブを13日にやるんですけど、本当12月の13日に決まったんですよ。だからちょうど1ヶ月、ワンマンまでの期間があって、あっという間にこんな、あと2週間とかの時期になってしまったわけですけど、早いですね。もう年も明けて本当に明けましておめでとうございますって感じなんですけど、もうちんたらしてられないなというところですね。最終的にはやっぱり大きくなって、大きいステージに立って音楽やりたいし、ね、CD もいっぱい売れてっていう、道を、選びたいと思ってるので、音楽はお金じゃないんですけど、どうしてもやっぱりステージから見た景色っていうのを皆さんの顔で埋めたいなと思ってるので、どうしてもちょっと焦る僕ではあります。だから今日も、昼間から外に出て、さっきは下北沢で歌を歌って、警察に止められてしまったので一回新宿に1時間だけ歌いに来て、でそこから、錦糸町の駅にまた移動しようと思っているんですが、その一瞬一瞬の出会いっていうのがすごく大切だなと思ってます。本当に全然もうやっぱこうやって歌ってても構ってくれる人も今日はすごい多いような感じですけど、いつもは少ないし、一生懸命やってるつもりなんですけど伝わるものってほんの少しなんですよ。だからこそ何度も何度もここで歌を歌って、歌を叫んで、思いを伝えていきたいと思ってるし、その中でこうやって止まってくれて、歌を聴いてくれる皆さんがいらっしゃるってことは本当に、光栄なことだなと思いながら、今日は本気で歌わせてもらいたいと思ってます。普段も路上ライブ、やりながらライブハウスでライブをやってるっていう感じなんですが、ね、まずは手始めに黒土純也を知るためにですね、1月13日のワンマンライブ、こればっかり今日は言いますこればっかり言いますけど、気になったらねチケット今日持ってきてますので、2400円ですね、ワンマンライブにしては非常に安いと思ってます。それでも聞いてもらいたいという気持ちで、チケット、そういう値段でやらせてもらってるので、ちょっとね応援しに行きたいなと思ったら、気にしてもらえると嬉しいなと思います。今日はちょっとオリジナルの曲を多めに歌いたいと思ってます。今ちょっと激しい歌を歌ったので、バラードの歌を、冬にぴったしの曲を、ラブソングです。初雪という歌を。僕らの想いが繋ぎ止められないことを、吹きつけてくる風が優しさと気づかずに空を見れば鈍色、少し暗くてすごく単純、抱き止めようとした腕で君を叩いた。僕の頭の上から舞い降る白いね、僕の手のひらじゃ暖かくてすぐに溶けてしまうんだ。僕の投げつけた言葉、君の God
道決まって歩いた歩道の車道側今じゃ急ぎ足で息止めて書き消した僕の元見えた気がした下手な口笛響かせて足を急がせた僕の頭の上には積もる時の記憶黒土屋と申します、今の季節にぴったりの、ラブソング初雪というか初雪という歌でした。ありがとう。